ました奈良国際映画祭2022特別招待作品上映のコーナーでございます、本日の司会進行を務めさせていただきます、奈良国際映画祭の松崎徹と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちょっともうバタバタしててちょっと頭からの取り返しも強いかもしれませんけど少々騙してくださいね。すごいです。昨日よりですね、本来でしたら、あと17日からこの奈良国際映画祭2022、19日まで、昨日まで、For Youth っていう副題をつけて、次世代のための映画祭でございました。そして、昨日、19日、レッドカーペットから、2年に一度の奈良国際映画祭2022に開催しております。台風がですね、本当に心配だったんですけれども、なんかまた奇跡が起こってしまいました。国際映画祭のエグゼクティブディレクターの、前日の小林直美という人が、本当に天に向かって雨やめって言われたんですね。そしたら、ほんまに台風それできまして、7分後に雨が降り出しました。そういう奇跡が起こる映画祭でございます。ただいまから上映いたします作品は、雨降っていきエンドという映画でございます。映画が終わりましてから映画の上映だけではなくて、監督さん、そして役者さんを、こちらに舞台上にお越しいただいて、トークショーもございますので、そちらの方も映画終わってからごゆっくりお楽しみくださいませ。それではどうもありがとうございました。失礼します。どうもありがとうございました。拍手が起こっております。そして、もう、この、今、出てきてる、今、この子にとって、この映像を作られた、高橋さん、石田監督、出てらっしゃいます。映画に出てもらったら、そこに出てきます。よろしいですか。そしたら、ご紹介させていただきます。高橋いずみ監督、そして、広末博正さんです。どうぞ。昨日のレッドカーペットから見たので、作らせていただきました。ちょっと、メガネを返すというか、ドキドキしてます。ちょっとこんなことが取り組みするのをおかしいかもしれませんけど、まず、お二人は、このメーカーの前に、ユニットを組み入れて、活動をしてたと思ったんですけど、そうですね。出会って、僕はその時、脚本を学んでいて、学んでいるというのが大切なので、彼を芝居を出会ったりしていたので、役者として、なので、2人で選ぶんですけど、監督がいないので、僕は舞台を見ていたので、僕は作ってみたいなと、そんなことができたら、僕は彼を見たりしていたので、もともと、なんていうか、映画の中で
なんか最近増えてきたのが、最近だと、現場に向かって、喜ぶことで、取り残、誰も取り残さない世界ということを言っているところが、きっとこの人たちの誰も手を差し伸べないという、今のことになるわけです。でも、もちろん、被害者が苦しいので、被害者が出せば力がない、幼くなっているということなので、肯定することがやっぱりできない。これをこの人に肯定して、こういう、障害であるか、病気であるか、肯定をできないという、僕ともし誰か、僕と仲良かったと、だけの関係であったら、答えを出してもいいんじゃないかという、公共性を持っていないと答えを出せないけど、私とあなたという世界観の中だけなら答えを出してもいいと思って、これを作るというのが、本当に難しいのは、確実は自分にしないということです。そうですね。いろんなこう考えとか入れていったら、それはダメなんですか、ダメですか、ダメなんですか、すごくシンプルに考えることができるということで答えることができるということで、それを社会的なこととか、そういったあてのことじゃなくて、そうですね、それは、そうですね。でもその時は、そうですね。それはもう自分が大事なことですけど、ただ、そうですね。で、とかの作っていただいたので、甘くないし、その時は、甘くないし、甘くないし、甘くないし、2個、それが作っていただいて、多分、こういうのを考えているっていうことが伝わってましたっていうことで、ただ、そういうことで、いくらじゃないですか。いくらじゃないですか。しかも、やっと、電話でいくらと思ったんですけど、そうですね。じゃあ、実際に、予想法の結婚方法に、例えば、取り出されて、で、もちろんもう2人とも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 その中で特に今の中で2人とも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 2人
そうですね。ちょっと今の感覚を結成してもらっていうのがあっていうのがちょっと具体的に説明したらどうかというとやってみようと思うんですけど、あとはただその世界の向こう側に
の問題を起こすと、やっぱりなんか、ちょっといろいろと、一度起こりたくないし、考えたくなってしまうので、やっぱりとてもないんですよ。輪を広げて、なんかちょっときれい事みたいな感じになってきちゃってるけど、それ以外に方法ないんじゃないかってことだって、そもそも、被害者、例えば、この政治とかに関して、被害者になるイメージって、例えば、お子さんを持っていたりとか、したりとか、うちの娘とか、逆に、方もいるんですけど、被害者になるイメージってすごいあるんですよ。だけど、僕、例えば僕、息子が12歳で、12歳になったんですけど、子供を成長していって、加害者側になるかもしれないとなったら、もう考えて、想像して、受け入れるしかないというか、というふうに思っていたんですね。そこで引っ張ったくないんですけど、ネタの方に行ったなと思ってたんですけど、何でも手間を使っている、ネタの方が好きだと思って、それは逆に、女の子側の、最後の3分ぐらいまで、なんかこう、幸せな気持ちでは感じない映画なのかもしれないと思って、こう考えさせられる映画だったのかな、最後の2分ぐらいで、なんか非常に彼女のガッツポーズから、なんか最後はカラーボールを投げつけられるところから、パーフェクトされて、いろんなカラーボールを投げて、本当に最後に。すごい幸せな気分で、本当に勉強に、勉強私のせい、放送であったと知らなかったので、勉強にも大事、なんか、最後、幸せな気持ちにさせていただける、素敵な映画で、本当にありがとうございました。一つのご質問があって、同時進行ですか、本当にひどいパワーハラスメントで、女性の、話が同時進行であるかと思います。それをこう、この話の中に入れられている人っていうのは、どこにあったのかなって、ちょっと終わってから考えたんですけど、そこをちょっと聞かせていただければと思います。はい、でも、それはやって、なんかいろんなことを聞いてきたんですけど、さっきが使わないっていうのがあったりとか、まあ、実はですね、さっきが使えないこと自体が、環境が悪いということで、結構、なんか、実際的に、難しいですよね。なんか、下からとか、なんか、やり方をしてたら、いわゆるマネーとか、したことで、なんか、そういう問題とか、なんか、ちょっと、その、詰め込むわけじゃないけど、それって、彼女自身が、ワンステップで、彼に、なんか、まあ、恋をして、
界に飛び込まないことがいっぱい思えなかったっていうか、で、なんかこんな、なんかそういう問題っていうのを気づかないかもしれないけど、あの、彼女の、いわゆる、もっと話がしたいと思ってたんですけど、すごい、あのくらいの距離のことを、私はこんな距離のことしか気づかない、気づけなかったみたいなことを、彼女がやった最後に、ガステップ先に、あの、もう一回天野さんに向き合ってくれる、そこの、バーバラってことに対して、そこまでこう考えて、もう一歩出てるっていうのが、一つありがとうございました。あの、どんどんちゃんと、そのように残ったかなっていう、そういうふうに、ちょっと聞こえて、よく、どうですよね、そうですよね、すみません、勝手にどういうことになりまして、教えてください。それでは、テーマが結構こう、やりたいテーマだったので、私もせっかくやりたいみたいに、あの、最初すごい面白い映画なのかなと思って、あの、ギャグがいっぱい入ってて、もう、あの、笑ってしまいそうなシーンがいっぱいある中で、一回こう、ズドーンと落ちて、あ、見たいテーマだったなみたいな感じで、で、自分はどう解釈していたかなって思いながらも、まあ、主人公のヒロインの女の子も、絶対山森さんにいいところがあるはずっていうのを思い返していって最後に行くと思うんですけど、私も映画見ながら山森さんでもいいとこあったよなみたいな感じで一生懸命いっぱいいろんなところを探して、で、まあ、あの、なかなか重たいテーマなんだけど肯定したいなっていう気持ちが芽生えていって、で、最終的に、まあ、先ほど言ったみたいにガッツポーズしたりだとか、あの、水口を投げられてもなんかこっちが見てて、なんで投げるんやみたいな感じですっごい辛くって話しちゃったのが、なんかこう、弾き飛ばしてる水口先生が弾き飛ばしてるみたいな感じの、あの、外からのイメージ、悪いイメージを弾き飛ばすみたいな、そういう風に見えてきたりとかして、あの、ね、とってもこう、前向きになれる映画だったかなって、最後こう上がって落ちて上がるみたいな感じで、あの、いろんな感情を、あの、持つことができたなっていうふうに強い思いました。で、あの、ヒロインの風花さんがやっぱりああいうキャラクターというか素敵な声とか表情とかがあるので、あの、なんかこう天森さんもそうですけれど、映画をすごいマイルドにしてくれて、あの、ヒロインと主人公が主人公の二人がなかったら違う女優さん使われてたりとか、違う俳優さん使われてたら、ただこうちょっと重たい映画で引っかかって戻るみたいなところがあったかもしれないけど、その二人の役者さんが演じられることによって救われる気持ちになったんじゃないかなっていうふうに個人的にも、あの、ナイスキャスティングだなっていうふうに思いました。その、これを本当にずっと大事にして、例えば、ね、描く問題意識の人だとしても、それをずっと大事にしたり、やっぱり、本当にやらなきゃ、何も生まれないと思うんですけど、あなたと私、出会ってもやるってなって、まあ、それが怖いんだけど、やっぱあなたと私、この二人の問題だったら、なんか、認められたりするようにできたり、いや、あのね、あの、元カレが行くところがあるんですけど、手を越えて、あの、あと、手を越えて、手を越えて、手を越えて、手を越されたああいう日本語が出てきて、やっぱり脚本家が欲しいメッセージだと思いました。アメリカの人たち、劇場どうでしたか？笑ってました。まあ、なんで笑われてました？なんか、その、なんか、こう、ギャグの時に出てないのがすごい大事です。でも本当、マイルドになっていたのなら、あの、そのことが本当に問題がちゃんと2人の問題としてもらっているというふうに、そういうふうに思っていたんですけど、それで、そういうふうに思っていたんですけど、
あなたらは数時間で。もう、じゃあもう、で、一回出てまた戻ってこられて、これってだから私、映画祭の私に行きたいというふうに思ったとか、でもなんか、おじさんとか、もう、どうしてもやっぱりそうですよね。いや、だから、なんか、おじさんって、なかなか映画見てこないと思うんですけど、あの、やってる、あれですよ。もう一度大きな拍手で、はい、高橋泉監督、そして広末広松さんでありがとうございました。